ヒンドスタン平野の一ヒンドスタン平野は、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパールにまたがる広大な平野の名称である。ガンジス川、インダス川、ブラフマプトラ川の山水系が生んだ広大かつ肥沃な中世平野である。それぞれ、ヒンドゥクシュ山脈やヒマラヤ山脈に平行に流れ、西は、インドのジャンムーカシミール州、東は、アッサム州を源流にして、パンジャーブ州、 ハリアーナー州、ラージャスターン州の一部、ウッタルプラデーシュ州、ビハール州、ジャールカンド州、西ベンガル州、カイバルパクトゥンクワ州、北方地域、パンジャーブ州、シンド州、そしてバングラデシュを貫流する。この平野の面積は約70万平方キロメートルで、幅は数百キロメートルである。この大平野を4地域に分割することもある。また、 ガンジス川の流域を、ガンジス平野、インダス川の流域を、パンジャーブ平野と分けることがある。ガンジス平野の最下流、川口部分には、シュンドルボン湿地帯が広がっている。ヒンドースターン平野は、多数の河川が運ぶシルトが堆積した、世界で最も広大な中石平野である。平野は平坦で樹木が少なく、運河による考えが容易で地下水も豊富なため、 世界で最も集約的に農業が行われる地域でもある。主要作物は米や小麦で臨作を行う。その他トウモロコシ、サトウキビ、綿花の栽培も多い。その結果として、この平野は世界で最も人口密度が高い地域にランクされている。ありがとうございます。